はい、こんばんは、山亮と申します。さあ、今日はね、何をやっていこうかというと、なんだね、そうだ、YouTuber になろうか。もう、こんだけ回数やったのになんで忘れるんやった話なんですけどね、やっていきたいと思います。でね、何をやっていこうかというとですね、今日は、実践編の、前に、無編集のね、動画を上げましたから、今日はね、スマホを使って、ショーツ動画を、ちょっと簡単なね、エフェクトとかを入れてみて、作ってみる方法をやってみたいと思います。本格的には、ちゃんとしたやつが、私はちゃんと作れないんで、すいません。簡単なやつだけですけど、まあ、一応ね、ショーツ動画の相方をね、ざっくりとやっていきたいと思いますので、ショーツで、これからね、多分、やってくれる方、多いと思いますんでね、ぜひご覧いただければと思います。それでは行ってみましょう。さあ、ということでね、撮っていきたいと思いますけど、ちなみに最初のバンって音は、音合わせってやつですね。これのね、キャプチャー画像とね、合わせないといけない。これが多分横に出るような形になってるのかな、っていう感じでね、やっていきたいと思いますんで。で、今日はね、ショーツ動画ね、上げていきたいと思うんですけど、まあ、やり方としては、2パターンね、リアルタイムでこれを撮ってしまうというパターンと、YouTube のアプリでね、撮ってしまうというパターンと、あらかじめね、動画自体はカメラで撮っておいてっていう、パターンがあります。で、今回はもうあらかじめもう撮ってあるのが、用意してありますんで、それを使ってやっていきたいと思います。で、どうかがですね、どこにしまってあるかというと、よいしょ、どこやったかな、外の中にありますんでね。どこにしまったっけ？あ、なんか本当にこれ入っちゃってるか。よし。これじゃねえか？こっちじゃねえか、これじゃねえ。こっちだよ。サムネイルがずれてるな。どうなってんだ。これか。どうしたい。ああ、これでいけるかな。ああ、来た来た来た。この映像ですね。実はこれね、私が撮ってきたやつじゃなくて、メンバーの子にちょっと撮ってきてもらったやつなんですけど。まあ、先にこの動画は多分上がってると思いますんでね、もうすでに見ていただいたかなと思いますけどね、ショーツの方なんでね、なかなかアルゴリズムで上がってる聞き方が違いますんでね。で、これ、もうちょっとね、早くが入れるからね、よかったんだけど、ちょっと別の編集やらで終わりとって、というかね、これを全然撮らないと嫌いっていうのでね、それの準備でね、ここに来るまでの動画のね、準備とかもしてからになっちゃったんで、ね、タイミングがね、ちょっと悪かったんですけど、だからどうしてもね、こういうね、タイミングでないとね、できませんもんでね、っていうことでですね、この、やつですね、ショーツ動画にして上げていきたいと思います。要は、火の鳥の、名医特急にね、終夜運転、夜中通してね、運転する正月のね、近鉄の名物ですけど、で、伊勢方面にね、当てられた、電車の、これは多分伊勢の帰りだよな。これ四日市で来てるな。近鉄四日市駅ですね。停車駅の、案内で分かりました。ということで、内山田行きのやつを上げましょう。で、どういう風にしてあげるかというと、ちょっとアプリによって多少違うと思いますけど、共有のボタンですね、この、丸が3つ、くの字みたいになってるやつね。これを押すと、基本的に、そのまんま、YouTube のアプリに、投稿することができます。そのまま YouTube のボタンを押してあれば、こんな感じで、もうね、パッと簡単にアップロードすることができます。で、タイトルね。まあこんな感じでタイトルを入れてですね、まあ今回の場合は名医と、名特急火の鳥、近鉄四日市駅東京とかね、感じのタイトルに今日行きましょうかね。うまくぐらい入れておきましょうか。で、下の説明とかを追加しておきます。このあたりはまあ基本一緒ですね。で、説明を、入れていったら大丈夫ですね。
これでもデフォルトだと多い方がいいかな。モバイルから入れるとあの YouTube スタジオからの投稿じゃないっていう形になるもんで、あのデフォルトでうちのところ行ってもなんかリンクがいっぱい貼ってあると思うんですけど、概要欄のところにね、あれ添付でね絵は作ってあってそれが自動的に入るようになってるんですけど、モバイルからだとそれがね、入らないっていう仕様になってますもんで、さすがにねあのやつはね全部ね手写すのしんどいんで、ちょっとここはやっておきましょうか。あ、撮影だけね、そう私じゃないかね今回。今後ちょっとするとこういうのも出てくると思います。それからだっけプラコさんがあのうちはなんで継承略でやってますんでね、あちなみにあれですね、ショーツ動画を上げるときの一応、条件だけね、抑えしとかれないといけませんね。これ TikTok と基本一緒なんですけど、多線向きの動画、9対16か、16対9か、この場合どっちで言ったらいいんですか、要は縦長で、9対16のね、縦長の画面になっている状態の、まず、動画であることっていうのが一つ目、横向きのやつだとショーツとして認められないっていうのがあります。で、2つ目1分以内ですね、っていう、この、条件をクリアしないといけません。これは60秒以内です。 60.5 秒でも、どうもダメみたいですね、ということでございますね。さあとりあえずね、説明も簡単に入力しましたので、これで公開をしていきたいと思います。で、これどうしようかな、このまま公開にしちゃうか、まあ、こんな感じでね、作ったら、アップロードすることができますので、それに場所とかも共有できる。こんな感じで、プレイリストとかも、ね、選べるので、ショーツ動画のまとめになっています。一応プレイリストがいっぱいありますからね、ショーツ動画のまとめで完了。これでいいですね。で、アップロードかけます。で、ちなみに、諸事情あってね、ちょっと今、Wi-Fi の方の回線が今フルでね、あのデータ使ってますもんで、あのパソコンの方のからのアップロードかけてますのでね、今、自分のところね、電話回線の方でやってますけど、普通は、Wi-Fi 回線とかの方がいいです。結構余裕を食いますからね、っていう感じです。まあ私の場合、自動なんでね、そこまで影響はないですけどね、もうすでに、この1週間で、1週間も経ってない販売で、7ギガ近く使ってますからね。うんだな、やっぱりこういうアップロードとかね、かけると、ということでございますんでね、ギガ容量の少ない方はね、この値は気をつけた方がいいです。2ギガとかだったら本当瞬殺で死にます。それで、気をつけてくださいという感じで、まあ、あとはね、アップロードがなかったらやけど、あ、ショートのあれだな、加工が。格好がうまいことできなかったな。あっちからやらないと、アプリの方からね、やらないと加工ができないんでね。ちょっとすいません、加工はもう、ひっつきのやつでやります。冒頭にこう、お詫び入れときます。すいません。という感じでね、アップロードができますという感じですね。いや、これは普通か。この前ね、撮って出しの動画やりましたけどね、今回ね、応用しちゃおう。よし。だからこれは無駄じゃなかった。カブ先で撮ったのは無駄になったけど、ということで、これぐらいで、終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今度こそ、ちゃんと加工したの入れましょう。